1985年第16回日本歌謡大賞栄えある優秀放送音楽新人賞候補7組の皆さんです。三森美由紀さん、本田美奈子さん、松本のり子さん、中村茂之さん、吉本美代子さん、橋本美香子さん、岡本舞子さん、以上7人の皆さんでした。本田美奈子さん、おめでとうございます。さあ、それでは表彰です。おめでとうございます。優秀放送音楽新人賞に輝きました本田美奈子さんには、放送音楽プロデューサー連盟理事日本テレビ制作局長表彰状、優秀放送音楽新人賞本田美奈子殿、あなたは放送音楽プロデューサー連盟が主催した第16回日本歌謡大賞において特に優秀と認められました。ここに優秀放送音楽新人賞を贈り、これを表彰します。昭和60年11月21日放送音楽プロデューサー連盟、おめでとうございます。どうもありがとうございます。さっきと違うでしょ。ありがとうございます。あ、岡田一子ちゃんからのプレゼント。さっきと違いますかね、喜びが。そうですね、嬉しいです。さっきも、嬉しいです。今度は嬉しいだ。あれ、いや、どうした、どうした、どうしたの。高島さん、ご両親とですね、妹さんと、あら、おばあちゃん、あら、おばさん、おいとこさん、6名の皆さん、お母さん全員肉親です。おばあちゃんは、おめでとう、褒めてあげてちょうだい。どうぞどうぞ。どうも、いろいろありがとう。さあ、おばあちゃん、ね、おばあちゃん、なんか言ってあげて、ほら、もうほら、しっかりしっかりするように、はい、ね、しっかりやお父さん、どうぞ、お父さんからの一つ一発、ドンと。よかったね、美奈子、おめでとう。あら、こちらはいとこです。あ、いとこ、はい、あんまり持て、たくさん持てるかな、渡してあげて。なんか、なんか言ってあげて。おめでとう。ねえ、嬉しいね。さあ、あなたは、あ、妹さん、あら、あんたまた出てくるんじゃない、歌で。はい、どうぞどうぞ、はい、今のうちに移っときなさい、はい。あ、ちょっと多すぎるね、お母さん、ちょっとお手伝ってあげてください。さあ、ちょっとちょっと涙収まった。さあ、皆さんにまずじゃあお礼を申し上げましょう。本当にね、困るね。大丈夫、として選ばれました。江戸っ子を皆さんが歌います。センステーション。Thank you.
おめでとうございます。おめでとうございます。徳光さん、おめでとうございます。みなこちゃんの泣きは可愛いですね。そうですね、彼女は柴又帝釈天生まれなんでありますけどもね、なんか見越しを担いでも似合いそうなお嬢さんでありますけど、これまでは明るく楽しい新東方のようですね新事情の発表だったので一転してなんか、そうですね、胸をね疲れるような、原宿でスカウトされたという本田美奈子さんでございましたけどもね。さあ、はい、本当にいよいよ泣いても笑っても残るはもう一組でございます。一組のそれでは発表と参ります。さあ残る一組、優秀放送音楽新人賞です。それでは最後の一人、吉川晃司さん、それではまず開封してください。発表します。さあどなた。吉本美代子。吉本美代子さん、おめでとう。吉本美代子さん、あなたです。美代子ちゃん、あなた、どうしたの。さあ表彰です。どうしたの、どうしたの。足がすくんじゃって大丈夫かな大丈夫、大丈夫。前へ出られなくなっちゃった。いやいやいや、はいはい、こっちこっち。優秀放送音楽新人賞に輝きました吉本美代子さんには表彰状、優秀放送音楽新人賞、吉本美代子殿。あなたは放送音楽プロデューサー連盟が主催した第16回日本歌謡大賞において特に優秀と認められました。ここに優秀放送音楽新人賞を贈り、これを表彰します。昭和60年11月21日放送音楽プロデューサー連盟、おめでとう。おめでとうございます。さあ一言。どうもありがとうございます。あ、吉川君から話しますね。はい、花束どうぞ。ホテルかな。はい、今本当に二人で引きずってこないと動かないぐらい硬直してしまったね。金縛りあったみたい。大丈夫ですか。はい。鹿島さん。はい。美代子ちゃん実はですね、今バスケットボールのチームを作ってるんですけども、あら、そのチームの皆さん。そうそうそう。おめでとう、美代子ちゃん。美穂ちゃん、さっちゃん、千秋ちゃん、直美ちゃん、その4人です。はい、あ、やっと笑顔が出てきた。あ、よかったよかったよかった。はい、さあ、大丈夫。はい、もう一度じゃあ皆様にお礼を申し上げます。はい、どうもありがとうございました。さあ、頑張って歌いましょう。大丈夫。はい、それでマイクをどうぞ。吉本美穂子さん、雨のハイスクールです。どうぞ、おめでとうございます。なんとも言えない初々しい受賞です。雨のハイスクール、思い切って歌ってください。美穂子ちゃん、
とうございます。おめでとうございます。しかし、おめでとうございました。喜びと感激であんなに体がすくうもんでしょうか。いやー、なんか本当に初々しい受賞ですね。もう星野さん一人でもガチガチの動けない、ね、横ちゃんを運んできてね、やっとあそこへ据えたんですけどもね、1985年輝け第16回日本歌謡大賞優秀放送音楽新人賞は本田美奈子さんと吉本美代子さんと決定いたしました。惜しくも優秀放送音楽新人賞に選ばれなかった皆さんも放送音楽新人賞に選ばれたことを誇りとし、来年そして再来年と今度は大賞を目指して意欲を燃やしていただきたいと思います。どうぞ温かい拍手をお送りくださいませ。そして優秀放送音楽新人賞を獲得し、来週日本武道館での日本歌謡大賞への挑戦権を就任した本田美奈子さん、吉本美代子さん、どうぞ精一杯頑張っていただきたいと思います。どうぞ激励の拍手をお送りくださいませ。頑張ってください。おめでとうございます。毎年デビューいたします数百人の新人の中で頂点に立つことは決して生易しいことではございません。しかし狭き門であるがゆえにまたやりがいがあるんではなかろうかと思います。今年その難関を切り抜けました放送音楽新人賞を改めてご紹介いたします。井森美幸さん、本田美奈子さん、松本典子さん、中村茂之君、吉本美代子さん、橋本美香子さん、そして岡本舞子さん、この7組の皆さんです。その中から優秀放送音楽新人賞、今年度の日本歌謡大賞が選んだルーキーオブイヤーに選ばれましたのはこのお二人、本田美奈子さんと吉本美代子さんでありました。大好きなザーサイを美奈子ちゃん一生懸命食べてください。そしてまた大好きな焼肉を美代子ちゃんも一生懸命今晩は召し上がってください。今この二人の胸に去来するものはデビュー以来無我夢中で辿ってきた道のりでありましょうか。それとも来週日本武道館でのステージ決定されておりますこの日本歌謡大賞への夢でありましょう。第16回日本歌謡大賞への熱い戦いはすでに始まっております。果たして今年栄えある日本歌謡大賞栄冠に輝くのは誰でありましょうか。来週11月28日日本武道館でお目にかかることにいたしましょう。それではこの辺で片隅ホテルクリスタルパレスからお別れいたします。